コインを入れていただいているシーンをなかなかないことでございます。チャリンチャリン10秒前でございます。あ、シプリプさんありがとうございます。5秒前さ。時刻は10時を回りました。ちょっとストリームのお時間です。本日のお相手はユニット系のカント、ターキーと、ランニングマンでございます。ランニングをする格好で来ております、総裁でございます。はい、どうも皆様こんばんみ。こんばんみ。はい、そして FM ギロワンの、ミキサーのキャンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。王子キャン君って王子みたいでしょ。いや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 、そんな漫画で出てくる王子様みたいな感じでね。いや、本当にあんもめそうもございません。いつも思います。あなたみたいに僕もなりたい。ありがとうございます。はい、ということで、今日のちょっとストリームは総裁をお迎えして、はい、お送りしてまいります。ちょっとストリーム、この番組は、皆様から、毎週のお題に沿ったリクエストを募集してかけていくという番組でございます。はい、そして番組の最後には本日のリクエスト賞ということでお一人様選ばせていただきまして、このリクエスト賞に10回累計で選ばれますと、はい、なんと3万円相当の旅行券、もしくは同じく3万円相当のビザの商品券を選んでいただける権利が獲得できるという、素晴らしい素晴らしい、まあ、結局僕の金なんですけど、まあそういうことですけどね。もうねでございます。そして、この番組サイマル放送もやっております。リスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります。完全にラジオと同じ放送をお楽しみいただけます。スマホでお聞きの場合は無料アプリリスンラジオで聞いてください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリック、 FM ギノワンを選曲ということでですね、今週は皆さんお待たせいたしました。やっとですね、前回というか先日行いました特番の、そうですね、ありがとうございました。今日は総裁として、はい、要はなんだスポンサーとしての代表をいたしましてですね、はい、皆様にお礼を申し上げたくてですね、はいはい、明日出張だというのにまたこうテンションが低いところなのに番組に来てしまいました。すいません。ありがたいです。ありがとうございました。ということでですね、テンションの低い総裁をお迎えして、ほんまに低いね。飛行機嫌いやねん。あ、そうなんですね。飛行機大っ嫌いやねん。そう、問題そこなんです。本当に。はい、ということで抽選会の方も、お楽しみにしていてください。ちょっとストリーム、この番組は株式会社チュラの光、カーショップ ABS、 上村酒造小酒蔵、アクアリウム喫茶ジバンシー、アメク訪問介護センター、以上のスポンサーの提供でお送りいたします。ありがとうございます。ランニングマンを本土から走ってきたのかに、裏添えから走ってきとんねん。さすが番組は半端ない総裁。愛してるというかスポンサーやからね。費用対効果考えてるからね。はい、では失礼します。はい、写真撮ります。はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとうございます。ランニングマンだけにね。はい、ね、これじゃないですか。あ、そうか、そっち、ね、もう踊れてたね。あ、俺ね、それ一回やってみたんだけどね、足が合わない。ちょっと余興でやったものですか。あ、そうなの。さすが DJ。 ありがとうございます。これ提示したっけ。うん、しましたよ。あ、そうなんだね、うん、そうなんですよ、大地さんもね、総裁登場にゃ。D、何や、こんばんは、ゲストは陽気な関西人さんですか。カシマシミスミみたいに言うなよ。古いね。で、ブルガリさん、私は変態マン。そんなん決まってますからね。
変化変態マンには今日ね、何かプレゼントね、くじで引けたらいいかなと思いますので、ね、あ、そうですね、今日のリクエストテーマは、星、そして夜空に関する、先週に引き続きのテーマです、うん、大吉さん、コテリコインありがとうございます。ありがとうございます。星ってあれね、よく天体観測とか望遠鏡好きな方いらっしゃいますけど、はい、僕らの小学校時代望遠鏡貼れましたもんね。ああ、そうですよね。うん、持ってるとね、ちょっと、うん、ね、かっこいいですよね。自分はいいです。はい、はい、ということで、ちょっとストリーム今週も始まりました。はい、今週のリクエストテーマは先週に引き続き星や夜空に関す る, 曲のす、ね、スターでもいいですけど ね, そうですね、スター、英語でスターですからね、はい、スターっていう、まあ、言葉が入ってる曲でも結構ですんで、はい、はい、ですので、皆さんどしどし、リクエストお待ちしております。はい、ね、早速道太田さんからジュピターはということでね、よろしいんじゃないですか。ジュピターって何なの？日本語に直したら星？あれは木星、木星ですね。あ、木星も星になるもんね。地球も星やもんね。そうです、そうです。そうだね、はい、木星は惑星に入りますね。はい、あ、そうか、先生、あ、そうだ、そうか、はい、星、そうだね。あ、ほんならさよなら人類とかもいいんじゃないの、リクエストしたら。あの、いいですね、なんか星単位ですよ ね, ね、そうでしょ、なんか、地球単位の出来事ですからね。そうね、そんなのも個人的にはジュピター大好き。ああ、そうですね、はい、あれいいですね、うん、はい、ね、ということで、皆さんね、どんどんね、リクエストをいただきたいと思います。はい、さあ、キャンさん、先週からのものっていうので、はい、何かありましたっけ。先週ですね、はい、おかけできなかったものがあると思うんですけど、はい、そうですね、どれがどれかなと、まあ、一応の一通り流したものも一緒に残っちゃってるの で, で、ね、今ちょっと行ってみましょうね。はい、一番星ブルース、はい、乙女座宮、はい、見上げてごらん夜空の星をゆず、あ、これは流れましたね、はい、で星が歌った物語、ボロ兄ちゃんとタンチン君、はい、であとスターズ、スターズ、これはシンプリレッドさんですかね、という曲が先週からのものは残っております。ですね、はい、で、ですね、ちなみに道太さん、先ほどいただいたジュピターも、これも先週もね、最後の方でリクエストいただいてた曲みたいですね。はい、ジュピターですが、ダウンロード完了してるので、はい、すぐ行けます。では早速、道太さんからのリクエスト、平原彩香さんでジュピター。今入りすごい気持ちよかったですね。ねそうですね、これどこのあれでいきましょうか、うん、抽選もう菅さんのタイミングで言っていただければ、はい、僕が盛り上げて引かせていただきます。渾身の一枚を引かせていただきます。まずあれでしょ、お酒からでしょ。そうですね、お酒から で, で,、ね、で最後3万円という形で、はい、もう私の財布はすごくビビっております。FM ギノワに近づけば近づくほど財布が震えてました。ね、ということで、気になる3万円、どなたに当たるのか、ね、あの3万通の応募がありましたので、はい、もうね、もう入りきれないものも、お酒が6万通、はい、来ておりますので、ね、はい、引いていきたいなと思ってます。その中、流行る受賞者アカデミー賞みたいにね、はい、なんか、キャン君、効果音ないのか、ディ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 とかいうやつはないのか。効果音ですか。効果音、まあ、用意してないので、あ、そうか、まあ、でも作ればね、あるとは思いますか。なんか、やってよ。いろいろ考えておきます。なんかやってよ。そうか、いつものように、そうそう、ターキーさんにディ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 って言ってもらって、でも、ちょっというのもなんかいいんじゃないか。壊れたみたいな感じで目覚ましてね、いいの。ちょっと時間いただければ。おお、あ、大丈夫ですか。やれそうな気はしなくもない。後半でね、やった方がね、うん、そうですね、うん、はい、じゃあ後半で発表させていただきたいと思います。
そしてシュプリームさん、明日から嫁が海外に高飛びするので今夜から成田空港の近くのラブホ泊まりなんですが、今はマスキオで買い物してます。リアルやわ。めっちゃリアル。めちゃくちゃリアル。俺今想像してしもた。成田空港の周辺って僕何回か行ったことがあって仕事でだいたい映像が浮かぶんですよ。あの、あ、ここら辺やろなとか。成田ってめっちゃ狭いから。あで結構車で行けるようなところしか店がなかったりとか。で、あの、まあ、あっちでもさっきおっしゃられたラブホとか、まあ、ブティックホテルですね、最近ね。とか、あの本当の JAL ホテルとか、はい、あの空港の近くにいっぱいその高級ホテルがあるんですよ。はい、まあちょっと想像今してしまいましたね。松木屋に入っているシュプリームさんを僕は想像してしまいました。シュプリームさんいいですね。いいですね。リアルで、はい、完全にシュプリームさんのあのプライベートの実況になってる。ラジオですからね、これね。そうなの。勘違いしてないからいけませんからね。これ平原さんってこれ。はい、あれなんですよね。お父さんがすごい厳しい方らしいですね。自衛隊の人か、ね、なんか自衛官かなんかで、すごい厳しいらしいです。なんか前にテレビでやっておられました、なんか言っておられましたけど、ラジオかな。平原さんもラジオ持ってますもんね。そうですね。番組ね。音大でなんだよね。あ、楽器をなんだろう。サックス。サックスだって。ああ、そうなんや。そうなんですよ。サックス吹きそうな感じちゃいますね。違いますね。うん、どっちかというとバイオリン、うん、あ、フルートっぽいです、まあ、あ、そうですね。ね、そういう感じなんですよね。だけどなんかその呼吸法が違うということで、うん、あ、話題になりましたね。そう呼吸大事らしいですからね。あの出産の時なんかラマーズ法って言いますし、ね、あと藤波辰巳の途中の独特のハハハハハハハっていうのありますけれども、あれも独特の呼吸方法ですから。野球選手もね、あのなんかふっとか言って、このお腹にあの打つ瞬間にね、あのふっていうことでこの腹筋でこう打てるから言っても、あのソフトバンクの松田選手なんかは、はい、ティーバッティングの時にそういうふうにやられてるみたいな、息を吐いてふって言いながらこうあの打つのがいいらしいですね。呼吸大事ですね。うつ病の人とかもね、あの治すのはね、はい、あの自律神経失調症とかはね、呼吸を深くすると落ち着くんですって。あ、やっぱり、あの過呼吸の人なんかにこう、はい、ははってこう 知らず知らずでこう呼吸が速くなってるんです、それを落ち着いてとやると治るらしいです。要は膨らませるんです。 あれがそれの、まあ、強制的にする方法なんですけどね。そうなんですね。深呼吸ですね。そうです、そうです。深呼吸が一番いいんですよ。深く吸って長く吸って。総裁おしゃれですね。今日はどちらの洋服ですか。あ、これ見んのよ。ランニング用の、これジョギング用の服で、家に、家着よ。家着でそのまま来たのよ、今日。はい、じゃあ間もなく曲が50秒ぐらいですね。はい、シュプリームさん、ボストンのアマンダか、More Than a Feeling があれば、リクエストします。ボストンですね。アマンダ名字で、まあ、こっちでも名字の地名ありますけどね、ボストンとか、ね、うん、ヒューストンとか ね、多いですね、外国人の人ね。そうですよね。都市の名前と一緒がね、うん、はい、じゃあマイクあげます。はい、ということで道太田さんからリクエストいただきました。平原綾香さんでジュピターですね、うん、お聴きいただきました。あのこれゆっくりな歌なんですけど、僕聴いたらね、あの僕ちょっと音感おかしいのかもわかんないんですけど、めちゃあのサビのところで乗れません。いや乗れます。なんかロックぐらいの、なんか高揚しますよね。あります、あります、ね、アルファーが出てるんですかね。出てるらしいですけどね。ですよね、あれは確実に出てますよ。なんか、ゆっくりな曲なんだけどね、ロックの感覚でこう盛り上がってしまう曲ですもんね、これね。だからね、もう本当にこの曲が出たと当時なんかもうすごいね、はい、特別な扱いだったんですよ。そうでしょうね、なんかちょっとしたオーケストラチックな曲ではありますからね、元の原版ありますもんね、この音楽だけのね。そうですよね。もともとは惑星シリーズの木星ですね。そうですよね、でございました。はい、さあ
そしてですね、ここでメッセージをいただいておりますのでご紹介したいと思います、はい、ラジオネーム今日も多分おかしな銀のトロンボーンです母さんターキーさん、今宵のリクエストテーマ星夜空に関する曲、聞きたいのはヘデとロザンナさんの星の砂。マニアックやなまた小柳ルミ子さん、ルミ子さんが有名ですが、作った、これなんて読むんですか、これデモンヒデトさんでしょ。あ、デモンヒデトさんですね。多分ヒデトさんじゃないですかね。こっちのバージョンがいいですね。歌詞も少し違い、沖縄の地名が入っているので、なければ、谷山ひろ子さんの、銀河通信を、他にはディズニーの When You With Upon a Star か、ベリーズ工房さんの流星ボーイか、ナインさんの流星の口づけか、全部あの音楽が流れてこないとわからない曲ばっかりです本当ですねポルノグラフィティさんの、瞬く星の下でかをよろしくお願いしますということでリクエストをいただきましたけれども、はい、その中で今日は、はい、キャンサー谷山ひろ子さんの銀河通信でよろしかったですか。そうです、こちらの曲がありましたので、はい、ちょっと聞いてみたいですが、お聞きください。なんだこの最初の効果音はっていうやつだこれ。かつさんこんばんは。そしてさとし松本ん松野さん、皆様お疲れ様です。中島美嘉さんのスターズ。あー、中島美嘉さんね、はい。そして、D から空に太陽がある限りスター錦のあきらお願いします普通にコメントできんのか君は D ブルガリさんからバンプオブチキン天体観測リクエスト急に普段着もおしゃれ、さすがですね水野や言うと僕ね、野球用品とかね、こういうの水野しか着ないんですよ昔から、子供の頃から。で、ずっと水野派です。あ、はい、でもね、あの僕たちが小さい時のその野球の道具だったり、はいはいはい、ああいうのってもう水野でしたもんね。そうですね、あのね、やっぱりグローブのね、もういろんなメーカー出てるんですけど、まあ、他のメーカーももちろんいいんですけど、やっぱり水野のね、革はね、やっぱ同じ値段とも違うんですよ。素材がやっぱりいいんで、品質がね、いいですね、はい。そして、シュプリムさんから総裁にリクエストします。エグザイルのランニングマンをやってください。さっきね、キャン君ともその話してたんですけどね、僕足おかしなんだよなんかあの足捻挫した人が歩いてるみたいなわかる、なんかこう引っかかってんねん、あれ難しいんですよ、ね、あれ難しい、意外とね、見てるよりも難しいですよね。そうですね、ちょっと簡単ではないですね。でずっともうちょっと気にしてたらね、自然とあのマイケル・ジャクソンのムーブ・オンクに変わってるもんねわかります、もう飛ばれへんからそのまま引きずってこう、こういう感じでね。そして、かっちゃんさんから、テーマを教えてくれますかということですので、今日のテーマは星、夜空、あの先週に引き続きのテーマになってます僕は巨人の水野投手が好きでした。シュプリムさん、懐かしいですね。懐かしいね、まあ、桑田清原がね、まあ、年下 で、ね、でまあ、池田高校強打のね、うん、山彦打線って言われてますね。もう優勝候補やったのに、ね、桑田清原さんのいる PL 学園に負けて、はい、で優勝を逃したという方ですもんね。あの蔦監督さんが有名ですね、名将のね、まあ、沖縄では蔡監督ですけど、まあ、徳島では蔦監督が。そしてですね、銀の蛍さんからリクエスト、スターちょっとストリーム総裁のカバーで文ガチャ節by北島三郎森か。いや、文ガチャ節は知らんな北島ファンでもまた聞いときます宿題までの宿題として、はい、この間ね、まあ、ちょっとプライベートで某方々と、焼肉行きまして、でその後カラオケ行ったんですけど、もう夏メロばっかりになってもうひどかったんですけども、まあそこでね、もう北島三郎歌おうかと思ったんですけども、まあ、次の忘年会まで、そうですね、まあ、スペシャルとして撮っとこうかなと思ってね、歌わずじまいで帰りました。残り30秒です。はい、キャンさん次は何がいけますか。
ちょっとですね、今ダウンロードがすごい時間かかるので、天体観測、あのバンボンチキン、確かブルガリさんがリクエストしていただいていると思うので、こちらはいけます。はい、山本バッテリー友人、マサヤさん、お久しぶりです。久しぶりです。マサヤさん、いらっしゃいませ。はい、じゃあ、間もなくですね、マイクを上げます。はい、ということでですね、はい、ツイキャスでもね、シュプリームさんがさっき の、はい、あのツタ監督ね、はい、の感じをトビ監督と呼んでいったのは秘密です。ちょっと受けましたわ、トビって確かにね、そうですね、呼び方ですからね、これ面白いな、あれはそうですね、なかなか、はい、ね、だけど、今日のですね、あのツイキャス面白いことに総裁にリクエストがたくさん入っております僕ね、この間ね、たまたまね、ある方と焼肉行って、その後にカラオケ行った時に、はい、夏メロのばっかりで、はい、で、その時にチャギ&アスカを、ある方が歌われて、で、それにちょっと僕懐かしくてハマって、カラオケ、携帯の方のダウンロード、はい、チャギ&アスカのやつ6曲ぐらいダウンロードしちょっと調子に乗ってしまって、うん、じゃあしばらくはそれを歌いたいですね、どっちかというと、はい、はい、ノーノーダーリンとかのコーラスだけというチャゲ部門だけっていうチャゲ部門だけでしたら、それもすごいですけどね、まあ、チャゲ部門だけやったら歌わせていただきますけどね、はい、ということで、総裁に対するリクエスト、今日はですね、チャゲアスに限ると、そうですね、苦情じゃなくてよかったですね変態家族、はい、それではですね、ブルガリさんからリクエスト入っております、はい、変態観測です違いますね、天体観測や、ブルガリさん、天体観測おもろいわこれ、そのまま読むおもろいこれ、変態観測、天体観測お聞きいただきたいと思います。そのまま読みそうだった、あ、アメクと一緒ですね、アメク訪問回答センターと一緒のダメですよ、流れですよね、危ないですよ、バーン言ってくださいですよ、キャンさん、地上の星ある、地上の星って中島みゆき、中島みゆきさん、どちらにあります、ラスキさんです、あ、ラスキさん、メールから、はい、今ダウンロードはまずできない状態です、うん、1曲に2時間かかるって表示は、え、もう番組終わってもう深夜放送で、ね、そうですね、音楽場面でかから2時間ダウンロード、曲自体は結構今見つかってるんですけど、さっきもシュプリームさんの曲を探してダウンロードしようとしてるんですけど、1メガバイトもまだ 10分ぐらい経ちますけど、あれじゃない の、 あの音響がすごいいいあれにしてるんじゃないの、あ、熱いやつで、いや、なんか今日回線がちょっと混んでる、悪いみたいで、あのユーストリームもさっきから止まったりしてるので、あ、ちょっとですね、一応トラブルです、では青森中線先に行きましょうか、そうですね、はい、皆さんお待ちでしょうしね今日は視聴率もやっぱしなきゃ、もうみんな金目当て、物目当てで道岡さんからたくさんね、あの、いただいてますし、そうですね、佐藤松野さんからも鬼塚千尋流星群、あ、そういう歌あるんですね、そしてかっちゃんさんからは久保田敏信で流星のサドル、懐かしいですね、あ、懐かしいですな、久保田敏信懐かしいですな、今のこの天体観測 も僕があの前番組で使ってた曲なんで、すぐ流せる状態、うん、ああ、そうなんだ、であと、ですね、めいちゃんさんから今リクエストを来てる中にも僕のこの前の番組の使ってる曲があるので、はい、あ、いいじゃん、その辺はできます、その辺はいけるんですね、君の知らない物語っていうのがあるので、仕事できるな、いいな、ちょっとダウンロードに関してはもうしばらく復旧とかしてみないと何とも言えないです、まあ気にせずになるようになるさ、そうですね、よろしくお願いいたします、あ、AKB ファンさん、こんばんは、リクエスト、ヘンミエミリ、流れ星ありますかヘンミエミリ歌ってんねや、ねえ、まあ、それすごいなちょっとあれじゃないか、みんな検索するときにさ、携帯でマニアックなってつけてあの、で曲と星の曲とかでやってない絶対こんなん普通にね、星の曲って引っ張ってきて出てくる曲ちゃうで、出てこないですよ ね、 ね、うん、
ね、銀の蛍さんからはみんなやったのでは変態観測天体望遠鏡で空ではなく開花の窓をあのブルガリさんが大体変態の、ね、火をつけてみんなおかしくなってるんですよね後半ねコメントがねなんかあの大吉さんなんかも道をそれていくっていう感じがよくありますよねあれ大吉さんそっちに行くのみたいなもう盛りのついた猫みたいな大吉が中島みゆきさんの地上も欲しいですけどダウンロード必要ないみたいなので今のところだからメールの方は両方とも2曲対応可能です、ね、了解ですということはラスキチさんまで前半でやっときましょうか、うんうんうん、そうで、ね、で CM 一旦行って、はい、から、青森抽選で、うん、でその後曲で美味しいの一番最後美味しいの一番最後ですよ、うん女体盛り抽選っていうのそれあのブルガリさんすごくなんかの送ってきそうですよねもうねファックスとかずっと流れてるかもしれないそうですよねすごいですからね刺身ですからね生の刺身ですからね大変だな間もなく終わりますブルガリさんからリクエストありましたバンプオブチキン天体観測をお送りしました、まあ、またの名を変態観測と言いますけれどももうツイキャス盛り上がっておりますね変態観測でもう次からうあの、うん、リクエストあるときは天体観測が変態観測にそうです、ね、あのちょっとするみたいなあのリクエスト名になりますんでね送っていただいたら、はい、ちゃんとこの曲流れますんでそうですね、はい、いいのかなそれでいい、そんな感じですさあ、こちらでですねもう一通メールの方をお届けしたいと思います皆さんこんばんはこんばんは、沖縄の台風はいかがでしょうか、今日も星がテーマということですが中島みゆきさんの地上の星は流れましたかもしまだならお願いしますこの曲は確か NHK のプロジェクト X で使われていたと思いますがあ、はい、そうですなるほど、よう知ってるねオープニングですねあそうですか、はい、中島みゆきさんの声を聞くとなぜか同情するなら金をくれといつも思い出してしまいます。あの家なき子ね、足立由美ちゃんがやってた。はいはい。同情するなら3万円くれとは言いません。はがきくれやほんな。当選された方おめでとうございます、はい。それでは最後まで頑張ってくださいということで、ありがとうございます。さんからリクエストいただきました。はい、中島みゆきさんで地上の星をお聞きください。さんってあの中島みゆき好きよね好きですね前もねその面白いコメントいただいた時も、うん、中島みゆきさんのファイトをいただきましたけど全然ファイトじゃないっていうね昔のファイト、絶対なんかファイトが必要な時には聞いちゃいけない歌ですそうです余計にね自分のめっちゃへこむねへこむ感じになりますからねまあ言いますとね、まあ、松葉杖つきながらねもうねもう振動ってこんなフラフラやのにファイト一発みたいなこうねリコビタンデーのねあの時オロナミン C 言いましたけどね間違えて僕あれはねおかしいですからねどう考えてもね歌詞がいつもねありがとうございます結構その小袋さんの流星をリクエストお願いしますってバッテン松也さん、はい、言ってますけど流星っていう名の付く曲って多いんですねそうです ね意外と多いですねえ、AKB ファンさん、ヘンミエミリの CD 持ってました。はあ。ヘンミエミリちゃんってちょっと独特ななんかラテン系の顔してますもんね。ラテン系っていうのかな、なんつったのかな、アジアン系っていうのかね、こう、うん、ディスが、ディス、え、み、うん、ディスイザー、日本人。日本人だよ、アジア人。お母さんが何、ちょっとハーフかな。クォーターかですよね。そうですか、それで濃いんですね、ちょっとね。うん、AKB ファンさん申し訳ないです。エミさんは中エミさん、ハンさん申し訳ございません次、GD 公的とこエミエミそんだけ好きやったらまたリクエストあるかもしれんからねシュプリムさん、妻が、じゃあ 嫁が松清で2万円買いですほんならね、3万円送ってるわけだからそれでペイできますからねあのもしくはヘンミエミリさんの CD も一緒に買っといていただければ、うん、音源としてね、うん、こちらで使わせていただきます安室、うんうん、ちゃんの月は星じゃないからダメですかね大丈夫ですよあの夜空に関するものですから、ね、そうですよね、うんうん、それこっちが面白いなムラムラしたにゃまさしく盛りについた猫にゃ盛りついとんのかいこの写真でそれを言われるとですねもうねちょっ
ちょっとセクシーですよね、この猫も。お腹出して、もう、ね、もう完全に降参してる状態ですよね。ですからね。はい。来てっていう感じのね、こう。大事やってカモンっていうね、そうそう感じの。ですからね。まあね、基本全裸ですからね。そうですね。はい。わし、金より生身の人差し身選びますがなって。もう本気のやつやんそれ、うん、それにムラムラしたんでね、うん、だからブルガリさん一回来ていただきたいですね。そうですね、うん、座布団10枚集めていただいて、あ、そうですね、でそれで航空チケットをしていただければ、うん、はい、まあ LCC とかスカイマークぐらいまでしたらね、往復買えますからね、十分お釣りが来ますから。沖縄はこれ AKB ファンさん今日どうされたんですかね。一発狙います。西郷輝彦、星のフラメンコありますか。それ、お父さんでしょ、さっきの。ねえよ、ねえ。お父さん、西郷輝彦。星のフラメンコって、好きなんだけどってやつでしょ。そうです、そうです。でしょ。結構名曲ですよ。ねえ、あ、それぐらいあるんじゃないですかね。キャン君次第ですけどね。まあ、そうですよね。ですけど、なんか珍しくあの D のようなリクエストが来たなと思って。D いらないんじゃないか。嘘だよ、ヒロキ。ごめんな。最初の登場から今ちょっとね、登場されてないですからね。あと、かっちゃんさんからの久保田敏郎、流星のサドルも。あ、ありました。大丈夫です。まあ、D はね、最初の頃につかみ取ってコメントして、今必死に考えてるんですかね。道本さんから来てますけど、うん、あの総裁どうでしょう。いいね、答えんとこか。その方がみんな想像するんちゃうか。いや、やったことない、やったことない。いやでもやった人って僕聞いたことないな。結構面白い人たちいるんですけど、あ、でもね、便秘の時に使う館長あるでしょ、はいはいはい、あれ業務用ってあって、ええ、一般に売られてるのって大体こう、まあ、親指の大きさぐらいのやつが多いじゃないですか、はいはいはい、病院の業務用の館長ってもうめちゃくちゃでかいやつがあるらしいんですよ、はい、本当にあの野球のボールよりもうちょっと2本、3本ぐらい業務用のやつがあって、あと20秒で終わります。それで、あの病院で、はい、あのまあ看護師さんにもらったらもらえた時代があって、ね、今ダメでしょ、もしかして、もらえた時代があってもらってるやついてましたけどね、はい、あのそれが好きで、はあ、で、興奮してあげてましたね。自分の奥さんにやったりとかしたからね。そういうやつもいてましたけど、ね、まだ森の方はないです、ね、いろんな方がいらっしゃいますからね。いらっしゃいますね。趣味がね、いろいろ癖っていうんですか、ね、癖っていうの書くんですけど、癖、あ、なんかシュプリムさんまでおかしくなってきた。ブルガリさん、準備が大変ですよね、これね、うん、モカさんも反応してますね。ちょっとこれ今のは良かったかな。リスナーさん求めてたんかな今の。俺ちょっと言うてどうしようかな、怒られるかな思って。まあいいか思って。深津絵里さんと中上雅美さんでナイト、これクラッピングって言うんですかね。お、あったらよろしく。ああ、そんなんあるんで、深津絵里さん歌ってるんですね。あの方確か九州の方ですもんね、深津絵里さん。ああ、そうなんですね。じゃなかったですかね。佐賀、じゃあ久留米、そこら辺やったんじゃないですかね。色白いもんね。でもね、久留米とかね、福岡は多いですからね。この度ね、久留米がすごい水害 で、ね、使って、僕よくあの向こうで乗ってるレクサス買った、はい、レクサス久留米店さんっていうのがあるんですけど、使ったらしくて、結構今大変で、今日から出勤されてるらしいんですよ、はい、土曜日からあの今日まで、ちょっと臨時休業で、ゲームマンさんも結構大変みたいで、そうですよね、お見舞いを、はい、申し上げて、熊本の、ね、地震の時もそうですけど、はい、本当に義援金とかいろいろあるんで、皆さん協力お願いします、ね、本当ですよね、お願いいたします、お願いします。あとが大変ですからね、そうですよね。僕も名古屋の水害に会ったことあるんですよ。単身赴任っていうか、で行ってたことが若い時にあって、膝までの水でも動けないですからね、結構人間って、で、あの10ものの10分ぐらいで膝まで来るんで。ちょっとストリームお送りしております。はい、はい、まあ、後半入りましたけれども、そうですね、それではちょっとここで、はい、
皆様待ちに待った、はい、まずは、はい、泡盛の抽選から、はい、行わせていただきたいと思います、はい、では6万通の中から6万通の中から6名様です。でんぎゃーん、シュープリーム様。あら、イエーイ、おめでとうございます。おめでとうございます。お一人目はシュープリーム様。はい、じゃーん、進撃のめいちゃんさん。イエーイ、おめでとうございます。長嶋監督が松井選手を引いた時みたいにやりましょうか、こう手上げてこうね引いたっていうね、こうやってもいいですけど。じゃーん、変態さん。あ、ごめんなさい、ブルガリさん。今3名ですね、これ4名の、ダーン、みち、太田様。おめでとうございます。これなかなか均等にいい感じで皆さん、そうですね、方に当たってますね。はい、じゃあ5人目、じゃーん、はい、なんて読むのこれ。コーチ、こうちゃんさん、え、おめでとうございます。これ、ちゃんは読めにくいね。失礼しました。はい、では、最後の1名さん、エコザイル様。え、おめでとうございます。この間来ていただいて、あの三振、三振持って、引いていただいてまして、はい、良かったですけど、ね、おめでとうございます、はい、じゃあ以上6名の方、以上6名の方に、はい、当選いたしました、はい、当たらなかった方は申し訳ないですけどね、はい、はい、まあ、次回のね、また何かそうですね、ありました時に、はい、ぜひぜひご応募いただきたいと思います。はい、すいませんけどちょっとこれ虫かごみたいな、かごでこう引くんじゃなくて、もうちょっとなかったですか。こうセブンイレブンとかで最近よくくじあるときなんかあるじゃないですか。ありますよね、こう入れれるやつ、はい、この虫かごはあのすごくこう庶民的というか、これもいいかなと思うんですけれども、はい、じゃあ次回は、はい、そうですね、はい、ということで皆さんおめでとうございました。ちなみにですね、何があったんですか、これは。これはお酒盛りです。上村酒造さんの、はい、上村酒造さんのスポンサーの、はい、あのご提供いただきました泡盛暖流、もしくはですね、夏泡盛、このどちらかをね、お送りしたいと思います。青森はですね、はい、あの悪用しにくいですから、普通の日本酒とかと比べて、あ、ね、あの次の日にお酒残らないし、はい、ぜひ皆さん美味しく飲んでいただいて、はい、ね、飲んでみてください、はい、よろしくお願いいたします、はい、さあです、それでは、引き続きリクエストいきたいと思いますけれども、キャンさん何がいけますでしょうか。先ほどですね、はい、かっちゃんさんから、はい、リクエストありました。はい、久保田俊信の流星のサドル、はい、こちら準備できておりますので、はい、お聞きいただきたいと思います。はい、すいません、今自分も裏技使ってこっち追加スも消してるので、何かありましたらお願いいたします。あの、ツイキャスの動画ダウンロードするかも、こっちのダウンロードに当ててるので。はい、了解です。さすが、あれですな、いろんなテクニックがありますな、キャンプもね。いや、もう本当に今日はもうひどいぐらい遅いです。でもそれに対応できるのってすごいいいことだよね。すごいですね。そうですね、うん、ひやひやですね。給料60万にしてもらうの。もらいすぎです、もらいすぎです。朝勝宮城さん来られましたね。ああ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。わしよ、変態さんって。これだけいけば大変いけるのかな。これに今日よくして特番、涌井恵美さんのカウントダウンムーンなんてのもって、源の大さんすごいな。そうさ、久保田としのぶとかは時代ですよ、ちょうどですよね。コメコメクラブとか、はい、そういう方々が、ええ、あの
人気のあった時にちょうど同時でしたから、久保田俊信は出川哲朗さんと確か同じ野球部やったんですね、昭和と。そうなんですか。写真は同じように写ってるらしいんですけど、少年野球か中学野球かどっちかの、で確か同チームやってつながりあるらしいですけどね。そうなんだ。すごいですね、紅白も。紅白も新しいヒーローですかね。ヒーロー。ご当地ヒーロー。ご当地ヒーローかもありますね。マブヤとかいるんでしょ、琉球。そうですね、マブヤとか。歌までありますからね。ブルガリさん、送り先メールで送ってください。よろしくお願いします。ちょっとストリーム当てでね。あ、そうですね。はい。まあちょっと今の時間帯内やったら見れますんで。久保田としのぶってやっぱりもう R&B じゃないけども、こういうの歌わせたらやっぱり日本人では一番、そうですね、じゃないですかね。日本人離れしてますよね。そうですよね、リズム感というか。あ、それわかります。日本人離れしてる人っていいですね。僕人間離れしてるって言われたことあるんですけど人間ちゃうんかい。せめて人だから人と言ってくれる。評価してほしい。人間離れはちょっときついですね。きついですよね。ひどいなと思う。そうですね、さすがですね。もう人間離れしてる。そうですよ。超越してるわけ、ね、人を。ですよね。この間、まあ、あれだと死刑執行がありましたけどね、あの人もね、超常現象とかいろいろね、巻き込んで、マインドコントロールしてね、はい、いろいろ若者をね、それも高学歴の若者を引き連れて、ね、結局、ひどい事件を起こした死亡者なんですけど。ですね。20年ですよね。裁判のね、出廷もあったからどうなったんでしょうけど、高橋容疑者というのは逃げてましたから、もしかしたら出るかもわからんということでね、逃されてたけど。結局では間もなく終わります。はい。あと30秒ですね。一応裏技かなり聞いて、ダウンロード結構進んでます。さすが。ありがとうございます。さすが。またダウンロード一旦今ある準備してる曲終わったら、ちょっと拾いに戻りますので、はい、よろしくお願いします。キャン君のやつ、それ自分のやつだろ。自前のヘッドホンだろ。これそうです。かっこいいな。あ、ありがとうございます。俺もそう変えてくれよ。いや俺死ねえんだ。あと10秒ですね、はい、マイクあげましたね。はい、ということで、こうするかっちゃんさんからリクエストいただきました。懐かしかったですね、はい、やっぱりリズム感いいですね、久保田俊信はね。やっぱこういうの歌わせたら日本で一番じゃないでしょうかね。ですよね。モンチッチ気持ちいいですもんね。もうすぐなんか画面に出てくるとモンチッチとしか言わない人もいらっしゃる。でも似てますよ。似てますよね。モンチッチ、モンチッチはヒットしましたからね、昔ね。僕も持ってましたけど、ダッコちゃんと、はい、だいたいみんな持ってましたけどね。持ってますもん、ね、あれは。そうなんです、そうなんです。そしてね、こちらでまたメールをいただいておりますので、メールご紹介したいと思います、はい。ラジオネーム、進撃のめいちゃんさんから、はい、あ、こんばんは。こんばんは。カンさんとターキーさんと総裁、はい、そしてイケメンのキャンさん、こんばんは。こんばんみ。ありがとうございます。イケメンさんだけイケメンつくんですよ、やっぱり、ね、ありがとうございます。変なテンションの中、お疲れ様です。台風のマリア様が八重山に襲来中ですね。久しぶりの大型台風襲来。そうそう。最初は沖縄本島に直撃コースからの八重山方面に直撃コース。本当に八重山方面が心配ですね。うん、本当です。マリア様って素敵な名前だけど、被害が最小限であることを祈りたいですね、はい。そして私が今日のテーマで選ばせていただきました、うん、明日と明後日のお仕事を頑張れば、明後日は月1回の飲み会、楽しみでウキウキです。では楽しく聞かせていただきますね、ということでですね、エグザイルフィーチャリング、これバ、なんて言いますか、バーバル、バーバルです、バーバルです、はい、あの M フローのバーバル、ラッパーの、はい、はいはい、で銀河鉄道39、か、大塚愛さんのプラネタリウム、もしくは、スーパーセル、はい、君の知らない物語と3曲リクエストいただきましたけれども、キャンさん、どれいきましょう。これ僕も好きなんですよ、はい、なので番組オープニングに使わせていただいてました、うん、スーパーセルで、君の知らない物語、はいはい。なんで台風って名前つけんの？いつも思うんだよ。何号でダメなんですか？何号でダメなんかね。考えたらそれこそ予作とか花子とか
名前つけてくれよ。ねえ、マリアとかなんか、なんとかわけわからん。ねえ、名前、横文字使うよりも。海外はそうですね、なんかあの女性の名前つけて弱くなってほしいっていうので、ね、あの つけることが多いので、うん、おそらく今回、このマリアってつけたのは、あのフィリピンだと思います。あ、そうなんだ。フィリピンがそういう付け方するので、このアジア圏内では。なるほど、なるほど。それとプラス、あのちょっと向こうもあのキリスト教寄りの、そうですね、あの文化なので。そう、日本の気象庁も名前つけようよ。花子からね、始まって。陽子ちゃん。実は結構つけますよ。え、日本の気象庁も実はつけるんですよ。大型ですごくあの被害の大きそうなやつはつけるんですけど、名前がおかしいんです。何トカゲとかつけるんです。は人間の名前つけるトカゲとかヤモリとかつけたんでしょそうなんです、そうなんです。おかしいんとちゃうんか、うん、だからそういうあのこれ気象庁の気に入らんところが、こんだけ観測を50年ぐらいやってんのにな、梅雨明けした時にな、はい、梅雨明けした模様っていう、はい、梅雨明けしましたって断言せえよあれいつもお前税金泥棒かよって思うんだけど、やっぱりなかなか難しいらしいですね、判断が。あ、そうみたいですね。なんだよ、沖縄なんかあの梅雨入りしたら枯れるし、うん、秋は、うん、なんかね、おかしいよね。俺がやってやるよ、今度は。そうやってしたら適当な時、うん、大体これくらいの感じかなってこうね、野生の勘を働かして梅雨明け、みんな勘はしましたってこうね。で、次雨降ったらごめんなさいこう、まだ明けてませんでしたって謝罪。なんかあれみたいですよ、気象庁の発表って経済とか株価にも影響が出るので、そうね、簡単に発言できないらしいんですよそうやね。だからそういう曖昧な表現が多いのはそういうところだと。ああ、やっぱそうなんや、はい、ビビんなよ、経済どんどん言ったらいいんだよもうちょっと経済悪かったら明日晴れって、雨でもまあ雨でも明日は晴れると思うって晴れる模様とか、そういう時に言うたら、うん、な、逆に経済面白くなるんじゃないかなって思うけどね。そうですね。ちょっと今のはむちゃくちゃやったな。話がな。でもそんなにね、あの、うん、特に沖縄に関しては当たらないですから ね。あ、そうそう。最近ね、1週間予報なんてもうある程度の目安でしかないですよね。すごい目安ですよね。ね、だいたい前日ぐらいじゃないとわからない、ね。そうそう、コロコロ変わるから。ね、うん、でゲリラ豪雨も多いでしょう。多いですね。あの、まあ、極端な話みたいに、宜野湾は降ってないけど、あの京塚、浦添の京塚あたりはよく降るらしくて、降ってるとかいうのもあるみたいですから、はい、やっぱね、いろいろあるんでしょうね。10分間天気予報が一番当てになるっていう。ああ、そう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 。沖縄でございますが。ほんまその、もうすごい直近のやつでしょ。ナルトルさん、台風のおかげで石垣出張が延期になりました。あ、石垣飛んでないですもんね。なんか数日、ここ数日ダメみたいですよ。あ、そうでしょうね。飛ばないって言ってましたね。今回強いですからね。ねえ、うん、日本ならイザナギとかアマテラスでいいんじゃないですか。あ、いいね、それアマテラスいいね。アマテラスいいですね、なんかね。ねえ、もうめっちゃ雨降られても許してしまいそうですよ、ね、もうアマテラスやからいいってこ松田宮城さんが来てるよ。あ、17日のテーマはリクエストショスでも、あ、もうすいませんタイムキーパーまで申し訳ございません。ありがとうございます。いつもありがとうございます。いつの間にかもうこんなお時間。そうですね、本当だ、はい、夢が隣で大塚愛のプラネタリウムを熱唱中あれですね、3枚のいよいよね。そうですね、当選に、はい、あれがしまって、3月の中から3月の中、来週のテーマは総裁、どうしましょう。そうですね、結構やり尽くしてる感ありますもんね。まあ結構いろいろなものはありますよ ね、うん、僕最近ちょっと変なあれじゃないですよ、変な話じゃないんですけど、神というものは 何者かということをちょっと考えてまして、神に関わる何か曲ってありそうでなさそうなんで、神っていうのが今僕も同じこと思ってます。あ、同じさ、死んで死んで男同士の気持ち悪いかもしれませんけど、あの神っていう何か大、まあゴッドでもいいですし、はい、に関わる曲っていうのはいかがでしょうかね。いや、素晴らしいと思います。あの結構歌と
宗教って結構密接なので、そうなんですよ、ね、割といい、いいと思う。あのビートルズはほとんど宗教じみた歌詞が多いんですよね、意外とビートルズね。まあ、イマジンなんかもそうですね。レッド・イット・ビーなんかもね。はい、まずもなく曲が終わります。ね、確かに。はい、ということで進撃のめいちゃんさんからのリクエストをお届けしました、はい、これ野の中の銀の蛍さんの神神もいいですね。だからそうですね、ひらがなで神にしましょうか。そうです ね、ひらがなで神で、それで神でもいいですし神でもいいですし神でもいいんで、いいどの神なんで感じで神つながりである。そう神、そう神、はい、はい、そうです。あなたの想像する神です。そうです、神ですかね。神でもいいんですよね、はい、それいいんじゃないですか、はい、いろんな曲が。来週のテーマは神ややこしいわ神です、はい、神ですね、はい、神であなたが想像するもの、はい、よろしくお願いいたします。お願いします、で先に今週のリクエスト賞を発表した方がいいですかね。はい、はいはい、いいですか。それではリクエスト賞を発表したいと思います。パンパカパーン、パーパーパーパンパカパーン。全然ハモれてないがな音程間違っとるわ俺はい、それではですね、今週のリクエスト上の発表です。進撃のめいちゃんさん。おイエーイ、おめでとうございます。めいちゃんさんは2回目、3回目ぐらいですね。3回目ぐらいですね。めいちゃんさんすごいですね。もうね、あの銀の蛍さんがね、爆走体制ではあるんですけど、ね、いや爆走という暴走に入ってるね、マニアック暴走に入ってますからね。はい、そう、めいちゃんはじめ他の方々はそれをね、追いかけているという状況でございます。そういうことですね。はい、はい、さあそしてですね、もう、はい、本当にお待たせいたしました。なんと現金が3万円当たる。はい、3万通の中から応募総数3万通の中から3万通の中から、栄えある1枚を不正なしでね、不正なしで総裁に選んでいただきたいと思います。はい、じゃじゃーん。さて、栃木県にお住まいの太田道様、イエーイ、おめでとうございます。ありがとうございます。これで、あの、みちょさん来ていただこうか、沖縄に。そうですね。そうそうそう、これで来ていただいて、で、まあ、あの、そこの、そこのリスナー席で、リスナー席で、まあ、こっちに苦情。総裁、およびキャンクに苦情。はい。苦情係みたいな。苦情係みたいな。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、3万円。ここに書いてますよ、きっと当たるって、ね、やっぱね、念っていうのはね、やっぱ通じるんですよ、ね、怨念、いろいろありますからね、ありますからね、はい、概念、いろいろありますからね、はい、おめでとうございます。おめでとうございますということでですね、特番の、なんだっけ、スーパー、なんだっけ、リスナープレゼント、そうです、当選者、めちゃ太田さんでした。はい、ありがとうございました。他にその他、皆さんリクエストじゃなくてハガキを送っていただいた皆さん、はい、メールを送っていただいた皆さん、ありがとう、本当にありがとうございました。ありがとうございました。これに、違う、これにこれゆずにじゃない、いいじゃないですか、これにこれゆずにでまたね、あのいろんな企画をね、はい、あの やらせていただきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。はい、さあそしてですね、今日も残り3分となりましたので、今日最後の曲になりますけれども、キャンさん、これはもうどれいきましょうかね。今ですね、もう流れてます。え、ちょっと時間をちょっと見たので、まあこれがいいかなということで、シュプリームさんから、はい、ボストンの、はい、いただいたボストンのアマンダです。はい、はい、ではこちらを聞きながらお別れしたいと思います。はい、今週も、スプリームさん、ブルガリさん、猫の大吉さん、ナルトラさん、D さん、モカさん、道太田さん、野の中の銀の蛍さん、サトシ松野さん、かっちゃんさん、熊本バッテン龍神雅也さん、ラス吉さん、 AKB ファンさん、正和宮城さん、甲田久美ファンさん、進撃のめいちゃんさん、皆さんリクエストメッセージありがとうございました。ありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。じゃあ太田道さんの住所をちゃんと間違いなく書いておられますので、はい、那須塩原、すごいですね、温泉街ですね、いいですね。
しっかり現金書き留めで、はい、ちょっと一人の総裁名義で送らせていただきますよろしくお願いいたします。明日僕飛行機乗ってるから多分明後日ね郵便局行くのね郵便局からちゃんと書き留めで送りますんで明日ちょっと飛行機に乗って私仕事ですんで郵便局が近くにあればあれなんですけど ありがとうございます、ね、温泉旅館で働いてますいやな中井さんですかね中井さん最後怒涛のようにメールが来てますよ。ちょっとすみません2番目あったあったあ、めいちゃんさんありがとうめいちゃんさんありがとうございます、はい、そしてそして第8号のみたいですね、画像でもさせていただきますが会社の関係で石垣島に移住している侵入している女子高校の人が本当にまでこうちょっとね、あれですけどねそしてあ、1分切りましたはいあまだ住所ね一旦提携をちょっとストリーム。この番組は株式会社チュラの光、カーショップ ABS、上村酒造小酒蔵、アクアリウム喫茶ジュバンシー、アメク訪問介護センター、以上のスポンサーの提供でお送りいたしました。この度ね、アクアリウムジバンスさんから、新たにスポンサーになっていただきまして、はい、はい、今後は本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これもね、あれですね、ちゃんとね、オンエアで言わないといけませんね。うん、はい。これはブルガリさんですね。ああ。はい。これかける今。はい。書いてもらって、またメールでいただければ、そっちの方が。皆さんの住所はそれまたいただけるんですかね。あ、はい、こっちから送られるんです。はい、お願いします。送料とかまたかかったら請求してもらったら。あ、はい、はい。結構便も高いと思うんで、ね。珍しい。いいですよ。マスカイとかですね。大きい。大台。皆さん、ありがとうございました。大い。緑お金が強いですね、うん、こちらの動画終了いたします、はい、ありがとうございました。そして皆さんありがとうございました。ありがとうございました。それではツイキャス終了します。また来週。